いろんな屍を越えて行けスカイリム、パート5です。前回は、あれこれやりましたが、これと言って実ったものはありませんでした。今回は、アンデッド2本立てで、お送りします。レベルの関係上、アミュレット復元が、先になりますね。おう猫の親父。墓場と死体を荒らして手に入れた、遺物があるんだが。こんな価値のある鉄くずは、そうそうお目にかかれんぜ。400ゴールドの剣と、300ゴールドの弓。二つ合わせて、7万ゴールド、いい話だるるお。ついでに、安物の指輪も買っておくれ。こんな臭そうなキャラバン、どうせ客も貧困そうだし、上等だよな。それでは、懐が温まったところで、早速第一目標、ゴールドールの墓荒らしを、決行いたします。場所は、マルカルス南東の、街道沿い洞窟。中には、ドラゴンの爪と、冒険者のおっさんが、放置されています。現地調達の爪と、前回拾った分が、通行許可証になります。アミュレット復元クエストの、ラストだけあって、道中はスッカスカ、ボス部屋まで直通です。ここまで来るのに、散々ミイラどもと、戦ってきましたからね。最後まで雑魚まみれだと、ミイラで胸焼けしちゃいますってことよ。さーて、シグディス、ミクルル、他一名からもぎ取った、ネックレスを収めましょ。三つ目を収めると、第一ラウンド開始です。ミイラですらなくなった、ゴールドール三兄弟、随分図が高いな。まあ、実体があろうとなかろうと、アンデッドはただのかも、どんどん来なさい。第一ラウンドは、ミクルルでございます。最初にミクルルとやり合った時と、同じような内容ですね。ミクルルを主軸に、ミイラどもが数で攻めてくるという。ひねりがないけどひねり潰されそうな軍勢。どうもこの部屋は、高低差があって、戦いづらいのう。逃げ回るには、最高の環境なんですが、何分弓持ちがそこそこいるため、お尻に矢が刺さりやすいでしょう。ミクルルの体力は、初回と同じ塩梅で、ゴリオスには多すぎます。適当に雑魚処理しつつ、ちまちま削るのが良いでしょう。しかしまあ、ミクルル自体、武器を振り回すだけの、クソ雑魚ボスなめくじですので、じっくりねっとり、先に雑魚を掃除するのが、最も安全な攻略法ですね。とはいえ、雑魚の数も手加減なし、10体はいるでしょうか。回復しつつ、3ビームで焼き払っていると、マジカがあっさり枯渇します。マジカは私の生命線、よって、バッシュも適度に織り混ぜて、ケチっていくこと。うわぁ、変なところにはまった、はまったはどうすんだこれー。やべえよやべえよ、ジャンプしても抜け出せねえ。おたわ。おのれベセスダメ。こんな狡猾な罠を、用意しておったとは。まことにくだらない死に方をしましたが、私は元気です。脳筋ミクルルなんて、落ち着いて戦えば、負けるわけがない。さて、次は誰かな？弓も違いなくなった、シグディスかな？証拠りもなく、分身からの弓蓄という、見た目ほど強くない術に、こだわっておる様子。分身と本物は、被っとる兜の形状で、見分けることができるそうな。偽物は、日本のとんがりコーンが、天井を向いており、本物は、兜の角が、オウムガイみたいに、くるっと丸まっとるそうな。まあ、見分けるまでもなく、片っ端から燃やしていけばいいだけのこと。右から2番目が正解だな。でも邪魔なのは燃やす。あれ、膝ついているんですが、くたばりませんね。それに、順番待ちをしていたはずの、他一名が、乱入してきてしまいました。おうおうおう、マグナスの目で無敵になっていただけで、随分強気だな。そこらのドラウグルワイトとの違いが、さっぱり見えない、大雑魚いざこい。ゴールドール三兄弟、ミクルルが一番強うございました。こういうのって、後になるほど、強いのが出てきて。奴は三兄弟の中でも最弱、とかいうのが、定番じゃないんですかね。あとシグディスよ、
スクリプトがお待ちかねですぞ。早く戻って、どうぞ。ぬ、また出たのか。記憶が曖昧ですが、最後は、三兄弟が同時に襲ってくるとか？別にそんなことはなかった。ゴールドールの誰かを、キルムーブ中に倒すと、イベント進行がほんのり混乱するようですね。次から気をつけましょう。今のジジイは、ゴールドールの、親父さんかな？よくぞドラムス子供をしばきおったわ、褒美をやろう。そんなところでしょうか。これで、序盤の紙ネックレス、完成ですね。このアミュレットが、いつ役立たずになるのか、オラワクワクすっぞ。お帰りの際は、出口正面に、申し訳程度のボスチェストが、オープンされています。アミュレットの性能に、がっかりした人向けですね。普通。でも、ガラクタにしては高く売れると思いました、丸。手持ちが3000ゴールド突破。フィールドワークで研鑽とか言っていた気がしますが、あぶくぜにはつい使っちゃうんだ。ということで、もう回復が50に到達。これで需要量が、跳ね上がります。今度こそ本当に、コレット大学は卒業ですね。さて、ウキウキレベルアップルタイム。全捨てが、30底上げ、まあまあ頼もしくなってきましたね。そして、オーディネーター回復パーク、最強と言っても過言ではない、戦士のかがり火。戦闘中、ランダムではありますが、自分に火がつけば、スタミナ間近が爆速回復。敵の数が減るほどに、自分に火が灯りやすくなる、えげつないやつですね。あと、回復魔法で、敵を攻撃できるようになるのと、体力と一緒に、スタミナ回復する、バッシュハメの救世主。こんなところですかね。そして、コレット処方の品揃えが、一新されまして。何か買おうとウキウキしていたのですが、コナミ経済力に落ちており、一冊しか買えませんでした。自身の回復魔法、治癒の息吹だけですね。しかし、スキルが50に達したことで、エクソシストから、一つ新魔法を習得。聖なる手は、ゼロ距離における、アンデッド絶対殺すマンです。片手50、両手で100。これを引っ下げて、チームポテマを、紫外線まみれにしてくれるわ。そんなわけで、ソリチュードの聖堂に、やってきたのだ。失政のお手紙とか、墓守のジジイとの会話は、済ませてきました。あいつら、やべやべ言いながら、全部プレイヤーに押し付けてくるだけですからね。帰るべき場所を思い出させて。さて、せっかくですし、祝福の一つでも、受けておきますか。マーラあたりが、回復1割増しで、ええんじゃなかろうかと。そうは言っても、同じ1割なら、上昇量の多い、体力の方が良いのでは。回復よりも、お釣りにくさを考慮すると、結局アーケイに、落ち着きましたとさ。体力は、装備もろもろで、245。レベル10にしてはタフいっすね。んじゃ、地下暮らしのポテマに、アルトラバイオレットレイでも、浴びせに行きましょうや。やっと来たわね。私を束縛から守ってくれた英雄の機関。要するに、ご褒美として殺してあげる、だそうです。ヤンデレは嫌いじゃないけど好きじゃないよ。ポテマのお墓は、ふてぶてしくも、聖堂の地下にあります。ドラウグルはもちろん、なぜか吸血鬼までいるので、残らず駆除していきましょうねー。こりゃ強い。敵に近づくという、制約こそありますが、勝負は一瞬で決着するため、リスクタイムはそこまで長くなりませんね。ポテマのお墓で、ここが地味にきついポイント。ドラウグル複数に加えて、死者蘇生を使う、ヴァンパイアが一人。今回はウォーカー止まりで、まだマシでしたが、これがスカージクラスまで育っていると、もう手がつけられません。低レベル万歳、スキル特化ビルド万歳。特定のスキルに絞って強くなると、ランクの低い敵を、上から強引に殴り倒せるのも、縛りプレイの魅力です。一
一つか二つにスキルを絞れば、相対的にプレイヤーが強くなりますからね。あれこれ育てると、器用貧乏で、ぐっそ辛いし、スキルの把握が大変。初心者からベテランまで、使うスキルは、多くて三つまでにすると、攻略が楽ちんになるのではないでしょうか。そんなわけで、ドラウグルエリアは、私の天下が続きます。こりゃあぬるゲーだと思ったそこのあなた、その通りです。回復魔法使いが、アンデッド相手に苦戦していたら、お話になりません。例えば今の状態で、オートマトンが複数出てきたら、試合終了です。このスタイルでは、タフな人間や猛獣をはじめ、シールドバッシュ以外に、対抗手段がない敵ほど、戦いづらくなります。吸血鬼は、まだ光魔法が効くので、生身の人間よりは、対処しやすいですね。対処しやすいが、勝てるとは言っていない。正面からの殴り合いでは、ちょっと部が悪そうです。だが、それは盾に甘えていたからであって。ダブル聖なる手を使えば、最下級モスキートごとき、瞬殺よ。結構リスキーではありますが、一人までなら、紫外線クロスカウンターパンチで、なんとかなりますぜ。お次は、ボス部屋にホテ前です。よく喋るレッサーヴァンパイアが、鍵を所持しており、討伐しないと、次に進めないようになっているのですが、何これ、聖なる手が効いてないじゃない。自称ヴァンパイアだけど、実は人間ってオチですかね。名前でプレイヤーを騙す、人間のクズがこの野郎。魔法で処理できない以上、トゲ付きシールドで、顔面パンチの刑に処す。さっきから痛いんだよラーン。貴様のようなデイウォーカーは、物理ダメージで灰にしてくれるわ。でもちゃんと吸血魔法、使ってますよね。それでいて、吸血鬼の位牌は落とさないと。一体何だったんでしょうか。腑に落ちないこともありましたが、これといって苦戦することもなく、ポテマルーム、到着。上妙なものがよくぞここまで。でも採用議会に立ち向かえるかしら。お手並み拝見ね。ポテマ戦は、二部構成になっております。第一部は、ポテマ直々の、投げ払いビームの中、ミイラどもと殴り合う、プレイヤー振りのバトルです。あの雷ビーム、多段ヒットする性質があり、直撃すると高確率で襲います。ポテマは、魂だけの状態で、これほどの力を保持しており、スカイリムにおいても、1、2を争う、強大な力を持っていると、言えなくもないのですが、悲しいかな、ボス部屋のドアを、封鎖していない、うっかり屋さんでもあります。開けっぱなしにさえしなければ、ビームに怯えながらの戦いに、苦戦を強いられたことでしょう。しかしまあ、こんなわかりやすいボトルネックで、いくら死体を蘇生をしようと。我が力の前には無力よ。しっかり死ぬがよい。今気づいたのですが、ポテマに蘇生された死体は、倒されても、灰になりませんね。さすがポテマ、死体の無限ロンダリング術を、すでに開発済みか。とはいえ、聖なる手で瞬殺できる、虫けらばかり。部屋の中央でホバリングしてないで、直接攻撃してくればいいのにね。ポテマが、部屋の中をぐるぐるし出したら、あと一歩です。部屋の中には、ボス格のドラウグルが紛れていまして、そやつをピンポイントで葬っても、戦いを次に進められるとかどうとか、思ったより痛かった。ブーツ越しに感電しただけで、下半身がガタガタよ。やはり、まともには戦えんのう。ラスト一匹は、思いのほか慎重派でした。怖いのは我慢して、撃って出ますかね。ビームの投げ払いラインは、最後にプレイヤーがいた場所、を基準に決まっている気がします。つまり、ポテマに向かって、左右に逃げるのではなく、前後、言い換えれば、垂直軸での回避が、効果的なのではなかろうか。戦い終わってから考えても、何の意味もないですけどね。最後は、はしゃぐだけはしゃいで、結局スカイリムの覇者になれなかった、慣れの果てが相手です。
亡霊状態でありながら、その見た目は、ローブをまとったスケルトンです。しかも脳筋じゃないか。雷ビームも、残りカスみたいな威力しかないので、ここはガン攻めでオッケー。結構ギリギリでした、アーケイに感謝しましょう。ポテマジシンは、虫けら並みのドロップアイテムです。エクトプラズムとか、まともに使ったことないです。お、スタルリムの兜とな。これは一応、当たりの部類ですね。どうせすぐ売り飛ばしますけども。お帰りの際は、そこら辺の頭蓋骨を、持ち帰りましょう。いつ拾ったのか、よく覚えていませんが。床に転がっていなかったので、よしとしましょう。あとは、虫けらの遺骨を、墓守のジジイに渡せば、任務完了です。まずは、サングネイアを、治療しまして。時々、うっかり吸血鬼になっちゃうんですよね。よしそこのジジイ、息のいい人骨があるんだが、高く買ってくれないか？素晴らしい。うまくいくときはいくものだ。私がその遺体を浄化しよう。ファルクが何と言おうと、ソリチュードは君に大きな借りがある。報酬は、よく混ざり合った反応さんから、もらいましょう。今日はよくやってくれた。戦争でどちらを支持するかは関係なく、ポテマの件は両者にとって、この土地を破壊するような惨事になっていたかもしれない。間違いなく、お前こそが、ソリチュードを守ったのだ。ご褒美として、金貨千枚に、ソリチュードの盾。大量生産されていそうな、ありきたりな名前ですが、その効果たるや、すんばらしいかける2です。高めの魔法耐性に、防御効果も上昇。スカイリムに存在する盾の中で、最高の一品に違いない。なお、バニラでは性能が、レベル依存です。ちょっとずるいですが、レベル依存アイテムは、すべて最高性能のものに、変更してあります。さすがにレベル40とか、上げていられないし、多少はね。さて、パート5つ分、スカイリムでごちゃごちゃしてきましたが、次回から、ようやくファルスカーに突入します。今からはクテカが止まりませんが、今回はここまで。ご視聴、ありがとうございました。